こんにちは。それでは今からですね、日本計算技能連盟の取算段位の見取り算の問題を解説していきます。見取り算の問題では1問目から30問目までやってみますが、マイナスの問題もところどころ存在しているので、そこに引っかからないように注意してみてください。で、暗算でやらないと10段は取れないので、ソロ版でやってる方はですね、この動画はまああんまり見る必要がないかなと思います。まあ別にソロ版で10段まで取れるのであればいいんですけれども、なかなか難しいかなと思います。で、暗算で着実に10段を狙いたいという方向けの動画になってますので、よろしくお願いいたします。でまずですね、暗算で見取り算をこれやっていくんですけどね、右から左にやらなくちゃいけないということはご存知だと思います。で、右から左に、やるときにですね、答えを書きながら次の数字、次の口を見るというのは非常に大事になってまして、でなおかつ1個ずつ入れていくというのではなくて、しっかりと頭の中のそろばんの玉を動かして、その下ろすというイメージですね。で途中で崩れそうになっても我慢する、そういったことを心がけながらやっていくとですね、見取り算というものは非常にたやすくできるようにはなると思います。でこれは所詮10口しかないです。で桁幅がすごく広がっていくように見えると思いますけれども、それに関しても別に怖いと思う必要は一切なくてですね、例えば6桁だったらですね、3桁3桁の分割でしたらいいですし、このように7桁が出てきたらですね、3桁4桁の分割にしたらいいですし、この3段目ですね、3段目に関しては8桁の問題も出てきますけれども、8桁が出てきたとしてもですね、3桁3桁2桁で分割してしまったり、3桁5桁で分けてしまったりすればいいだけの話であって、桁数が何桁に増えようが別に怖いものは何もないです。その心配すべきというかですね、10口、のこのような問題でですね、途中で崩れてしまうような人はですね、ぜひ、10口、じゃなくてですね、15口20口の問題に、積極的に取り組んでいくということは大事になってきまして、そもそも、2桁2桁の分割でやってる人はですね、段位の問題太刀打ちできないので、2桁で下ろすのではなくて、3桁で頑張ってみるっていうのも非常に大事になってくると思います。そして1桁で、下ろしている人はもう論外ですね。ちょっとマジで難しいと思います。はい。そんなことを踏まえながらですね、頑張っていきましょう。はい。それでは7問目からやっていきますね。246に539で785、次971で、1756、次530で2286、その次25を引くと2261、789を引くと1472、その次172を足すと1644、1644に704を足せば2348、で137を入れると2485、そして461を引けばですね、2024になることは間違いないと。で、この1段目にはですね、必ずマイナスの問題が1問存在してるんですね。でマイナスを見分けるポイントは、とりあえず引き算の問題がどれかっていうのと、あとはその最初の数、この10万の位が明らかにでかいと、でそれ以外の数が小さいと思った場合にはマイナスである傾向が非常に高いです。ですが、この問題の場合はもしかしたらないかもしれない、ないかもしれないですね。今のはちょっと語弊があったと思います。すいません。1問目から14番、2段目までにマイナスが存在していると見なしてください。過去に7問目に存在してたこともあったんで、その2段目までに1問存在してて、その数問存在していると思っておいてください。はい。特にどこに出てくるかとかはあんまり考えなくてもいいのかもしれないですね。はい。余談はさておき、先ほどの答えがですね、2024になってましたよね。つまり024だけ書いて、コンマつけるわけですよね。で、あとは、繰り上がった2をここに、書かないですよね。2を入れて、2たす70で、次のこの、ここの問題を計算していくという流れになりますね。2たす70で72。で72に6で78で78に23で101ですね。それに1を入れたら102で、そこから34を引いたら68になって、そこから6を引いたら62で、それに685を足したら747、その次に53を入れると800で、800に426で1226で、そこから903を引けばいいので323というふうに出てくるんで、323024が7問目の答えですよね。でこれをパーッとスーッと下ろすんですね。スーッと下ろして024、スーッと下ろして323というふうに書いていくという流れになってきます。こういう引き算の問題はちょっとゆっくり解説してみたんですけども、普段のペースでちょっとやってみますね。6問目、698で4だけ繰り上がりますね。であとはスーッと下ろせばいいので、218に698と、でこれちょっとコンマ抜けてしまいまして申し訳ないです。2コマ18、2コマ698で正解というふうになります。特に足し算に関しては繰り上がりの数字さえ見せらなければ大丈夫だと思うので、
これに関してはね、078で4が繰り上がるのでバーッとやりますよね。2,371 で、はい、この、まあ、下ろす練習、途中で我慢して崩さない練習は見取り算の口数の長い問題でチャレンジしていったらいいと思います。はい、で、この次ですよね、問題は、引き算でどうしてもマイナスになっちゃう時の、まあ、処理の仕方なんですけどね、これ、763普通に入れますよね。でその次905を引く時に1000円があると思って905を引いたらいいんですね。そうすると858になりますよね。でその1回1000円から借りたっていうのをずっと覚えておいてほしいんですね。で858からさらに562を引くと296になりましたけど、この時点でもう1回1000円借りた、1回借りたっていうのはずっと覚えておいてください。296になりましたね。でその次650を入れると946になって、946に589を足すと1535、1535に74を足せば1609、1609に463を足せば2072で、2072に549を足せば2621になって、そこから395を引くと2226で、その次572を足せばですね2798になりますと。で2798になるんですけど、798しか書かなくて、しかもコンマ打つわけですけどね、1回借りたというのを忘れてはいけないわけですよね。2桁から1桁引かなきゃいけない、2桁というかその繰り上がった2から借りた分の1を引かなきゃいけないから、最初1で始めなきゃいけないわけですよね。最初1ですね。でその次の24も引けないわけですよね。でこの時はですね、1000円あるとみなして引いてあげればいいですね。1001から24を引いてあげたとみなすと977になりますと。で977から140を引けば837、837に1を入れれば838、838に28を入れれば866、866に283で1149、その次7を引くと1142、その次406を入れると1548というふうになって、まあ、結局この段階でも1000借りたんで、1548の1000から1548の線を最終的に引いてあげて548だけ答えとして残す必要があるということなんですよね。はい、こんな感じで今のところで多分全部合ってると思うんで大丈夫なんですけどね。はい、引き算の、問題に関してはそのよく、ありがちなのが、その途中でマイナスにならないようにあえてその、飛ばしてね、足し算だけやってまとめて引くみたいなやり方してる、生徒さんとか、まあ、指導者の方もいらっしゃると思うんですけど、それって見取りの練習になってないんで、どんな数字が現れても上から全部処理した方が圧倒的に早いので、それに慣れた方がいいとは思いますね。はい、それでは3問目に移りましょう。3問目に関してはそのままバーって下ろして、085って書いてコンマ書いて5が繰り上がるのでブワーって下ろせばいいですよね。はい、1201かな、はい、はい、合ってますね。はい、でこの次ですね、はい、ここゆっくり解説してみます。295から957を引くときに1000円があるとみなしたら、まあその頭の中の動きそのまま再現 しますかね。はい、でまあ、なんで分鎮を置いてなかったかっていうと、その左手でそのプリントを押さえながら答え書いた方が自分の書きやすい位置で答え書けるわけですよね。明らかにそのプリントが自分の手元より遠いところにあったら答え書くだけで疲れちゃいますから、自分の書きやすい位置に自由自在に動かせるように、あえて分鎮は置いてなかったです。でソロバンの時になんで分鎮を置くかっていうと、答えを書く時にその左手でソロバン持ってるためにその動いちゃうんですよね、紙が、なので、その押さえる、その手がない代わりに分鎮を使うと、そういう風に、使い分けて、くださいね。はい、まずこれに関しては295を入れますよね。で957こんな感じで引きますね。1回借りましたと。で次2回借りなきゃいけないんですね。391引いて、で次860、その次89で、945で634、2回借りたということはずっと覚えておかなくちゃいけないですね。っていう感じで計算するとですね、もう013というのは書けるわけですね。で頭から消せばいいですよね。で4だけ繰り上がったと。で2回借りたということは2を繰り上げて804を足していかなきゃいけないということですね。で3引いて64で75、721で480で9で、まあコンマすみません付け忘れましたけど582、コンマ013で正解というふうになるわけですよね。はい、次1問目、普通にやってみますね。410で1434かな。はい、すみません、ちょっとお茶飲ませてください。喉が痛くて。すみませんね、皆さんも風邪ひかないように練習頑張ってくださいね。はい、それでは14番に移りますね。まあ、14番に行く前にですね、その1問目その答え書いてる時にですね、14番はもう見れてた方がいいんですよね。はい、あコロナウイルスちゃうんでね、本当にさっき1時間2時間ぐらいお茶とか飲まずにですね、撮影とかしてたんで、さすがにちょっと水分足りなくなって乾燥して、ちょっと咳出ただけなんで、はい、過敏に反応しないで大丈夫ですよ。はい、それでは14番ですね。で14番も
今みたいにやってみますか、あえて、はい、今みたいにやってみましょう。頭の中の私の頭の中の動きをそのまま再現しますね。306で、で1回借りたと、1回借りた1回借りたって覚えとくんですね。1回借りた1回借りたって覚えとくんですね。1回借りた1回借りたから440やと、1回借りたから頭から消して2やと、で4入れると、で次615引けないなやから1万から借りてうわーってやるんですね。で6408やと、365やと、8やと、うん、で3765で12入れて20引いて8034で6最後入れて1万借りた分は最後返さなあかんから 1,901 って書いて 1,901,440 で正解になるといったような流れになってきますよね。はい、こんな感じで頭の中でいつもやってます。はい、次やってみますね。はい、この280って書いてるときに僕の目線はもう408達成ってますね、6繰り上がってるのでもう414になってますね、これ書いた時点で、はい、書いた時点でもうなってますね。はい、これでいいかな。15,144,280で正解ですね。はい、次やってみますね。142で3を繰り上げましょう。3を繰り上げて14140でいいかな。はい、これで正解になってますね。はい、で481で、次5を繰り上がりますね。5を繰り上がって17,489で正解かな。はい、合ってますね。はい、で次これですね。あ、ミスったかもね。あ、ミスりましたね。そのなんか球の動きおかしいなっていう時はもう一回やってもらってもいいですよ。けど、まあ、そればっか繰り返してるとあんま見取りうまくならないんで、絶対違うなっていう時だけもう一回やった方がいいと思いますね。これも正解でしてましたね。で、先ほど申し上げた感じですと、その1問目から7問目に必ず存在してるっていうふうに言ってしまったんですが、それは違いますと、1問目から14問目まで、その2段の中のどっかに潜んでると思っていただいたら大丈夫ですね。はい、というわけで今回は9問目に潜んでました。で、そのパッと見た瞬間に見分ける、にはこのマイナス9に対して明らかに2とか3は少ないですよね。なので絶対マイナスになるなって思いながらやっていけばいいです。でこれに関してもあえてソロ版で、分かりやすくするためにやっていきますね。531やと、で、引けないから673はこういうようにやってあげると、で1回借りたと覚えておくんですね。でそのまま継続しましょう。そのまま引きましょう。1回借りた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 で、もう3のとこ今無視してください。とりあえず790に何を足せばマイナスに変換できるかって考えるんですね。210を足せば繰り上がりますよね。なので210ってとりあえず書かなきゃいけないんですね。はい、で210と書いたらもうこれは無視してください。で3が繰り上がってるということで、まあ、その1回借りてたのはもう覚えておかなくちゃいけないで、覚えておかなくちゃいけないですよね。1回借りてたということはですね、1回引かなきゃいけない、引けないということで、ね、3から1個減らさなきゃいけないということですね。で2繰り上がった状態で次7足さなきゃいけないですね。で次92引かなきゃいけないと、でこれは1000あるとみなして92を引いてあげると、はい、この時点で10001回借りたというふうになります。でそのまま270継続しましょう。1回借りた1回借りた1回借りたって覚えときゃいいんですね。で2でその次61で79でその次6引きますよね。32入れますよね。306入れますよね。ということで、これはもう明らかにマイナスですと。マイナスの、この上の方はですね、252にしてあげる必要があるんですね。マイナス252、はい、なので、まあそのまあ、一括でやるとしたらですね、252210なんでこういう風になってたと思うんですね。一括でやるとですね、これでマイナス252210っていう風に書けるんですけど、まあ、その最初だけですね、その1プラスした状態で書いてあげると、でそれ以降はですね、キュ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 ってなるようにしたらいいですよね。はい、でこれで合ってるんじゃないかなというふうに思いますね。はい、まあ、これも経験と、まあ、ニュアンスで捉えていくべきなんで、もういちいちその言語化する必要はないと思うんですけどね、まあ、あえてこれはソロ版で解説してみました。はい、その次の問題、普通にやってみますね。602でコンマですね。で、2,230,602 で多分正解、うん、合ってますね。はい、それでは15番いきます。あ、ごめんなさい、20番に行きますね。はい、これに関しては8桁になってるからといって別に焦る必要はなくて、まあ、3桁5桁で分けてもいいんですけどね。5桁だとその間違える可能性も高くなるんで、332で全然いいですよ。まあ、土屋選手とかも332でやられると思いますね。はい、それではやっていきますね。275でコンマですね。で1繰り上がると、で、511で1円も繰り上がらないから、普通に76で始めたらいいから7ですね。 7,511,275 で正解だと思います。はい、その次いきますね。あ、ちょっと違うな。はい、118,029,084で、あ、ごめんなさい、間違えました、すいません。まあ、ガチでやってるって多分ね、分かると思うんですけど、まあ、こういうふうに喋りながらやると間違えることもあると。あ、この3が抜けてたのかな。
3+1 で4から始めなきゃいけなくてね、はい、失礼いたしました。次の問題やってみますね。102,4395,910で正解、うん、ですね、はい、でこの次ですね、はい、まあ、その17番あもうこれマイナスですね。その、まあ、どこにマイナスが潜んでるか分かんないんで、まあ、その一概にここに絶対ありますよというふうには、まあ言わないようにしますね、はい、まあ、その本番とか本当にいつもはマイナス何十何万何千何百何十何何なのに、本番だけマイナス39とかそういう問題出てくるんですよね。なんでその 100% マイナスの問題が6桁になるとか、 100% 7問目とか9問目とか17問目がマイナスになるというふうには言えないんですよね、はい、っていうわけで、もし17問目に関してこれそのままプラスでやってしまった場合の直し方ですね、それもまあ解説していきましょう。これはそのまあ普通はそのマイナスとは捉えないので、プラスとみなしてやってしまった場合の対処法を今からやりますね。で91ですもんね。で546引いたら545になりますよね。で、473で1018、その次794で1812、その次312引いたら1500、260で1760、その次702入れたら2462、その次675で3137、その次794で3931、その次863で68だと、いうことですよね。3068になるわけで、もう68って書いちゃうわけですね。で、3だけ繰り上がるんですけど、もう1桁っていうか、その、1回借りたということで、3引く1で2から始めなきゃいけないということで、2+58で60だと、60から27で33ですね。33に596で629、その次203で832、そこから59引いたら773で、それに7足したら780ですよね。で780に865で1645、その次1で1646、その次250で1896、その次974を引けば922やと。でこの時に、そのマイナスであるということに気づくわけなんですよね。でマイナスであるということに気づいたら、まあ、28って今出てると思うんですね。その、まあ、0から、その89を引くってなった時にですね、まあ、100円借りたとみなしたら、まあ、100から89引いたら、まあ、11になりますよね。で、まあ、100円借りたって覚えとけばいいんですね。で21円入れたら32で、32に1円入れたら20、ごめんなさい、33ですよね。でそこから5引いたら28やということで、これ全部プラスで、書いてしまったと。で、まあ、28ももちろん書いちゃっていいですよ、僕とかだったらもう28って書く前にこの28を反転させるんですね、反転させてマイナスの71,077,932っていう風に途中で書き直して線引きます。はい、そしたら多分合ってるんじゃないですかね。はい、合ってました。マイナスの7,107,7,932で合ってました、まあ、こんな感じでその最初プラスやと思って後からマイナスに書き換えるっていうのも大会とか検定とかよくあると思うので、もしその間違えたり、読み取り間違えても、ですね、別に解決できるんで、まあ、焦らず、やっていく、平常心でやっていくっていうのは大事になってきますね、はい、その次の問題いきますね。まあ後でそのプラスっていうかマイ、うん、まあまあ後で説明しますね。はい、はい、108,548,466で合ってますね。はい、次いきます。はい、これで合ってるかな。17,395,635で合ってますね。はい、はい、ってなわけで、25番からやっていきますね。25番に関してはちょっとマイナスっぽいなと思いつつやっていったらいいんですよね。でマイナスかどうか怪しいなって思った時は、先に623を計算するのではなくて、上の 7+714-83 で612も引いて46になるんで、あ、絶対これはマイナスじゃないなと、まあ、あらかじめ予測してプラスの答え書いてしまえばいいんですよね。はい、ということで244で3だけ繰り上がりますね。はい、で、で引くので562で、1個も借りてないけど、あ、1回借りたけど繰り上がりがないから7から1個減らしたら6で始めなきゃいけないですね。6+714で720、720から83で637、637から612引いたら25、それに20足すから45ですね。45,562,244で多分合ってるとは思いますけども、これに関しては25番ですよね。よいしょ、25番に関しては、はい、これで、正解してました。じゃあ次、いきますね、この9桁に関してはですね、3桁3桁3桁で全然大丈夫です。わざわざ3桁6桁で、やる必要はないですし、まあ、4桁5桁でやる人も、まあ、いないと思います。基本的にはそのコンマで区切って、やってやるのが一番見やすいかなと思いますんでね。
3だけ繰り上がりましたね、91で。で、次2だけ繰り上がりましたね、1.802。1.802.910.456 で多分合ってるとは思います。はい、合ってますね。はい、その次もプラスなんで、何も考えずにスーッと、もうとりあえず次の問題を意識すると。で、途中で止まらず5だけ繰り上げて、もう書いてるときにここ見とくということですね。1.2.92。これ数字汚いですね。はい、こんな感じで23番で、こんな感じですね。1.294.497.344 ということで合ってますと。で、次もうマイナスかプラスか、あの俯瞰的に見たらいいんですね。もう絶対マイナスですよね。305-53-250-252-410引いて、そのままあの借りた分返せないんで、絶対マイナスになると予測して、マイナスで答え書いてしまいましょうか。うん、なんで178-482を引くとですね、696ですね。ばぶわーってやっていくとですね、1回借りた状態で3008っていうのが出てくるんですよね。なので992って書いてあげる必要がありますと。で、3を繰り上げる必要があるんですけどね、1回借りてたから2だけ繰り上げる必要があると。つまり2+294の296から始めていって、そこから79を引けば217で、6入れたら223で、またあの引けない状態になるんで、次897を引くと326で、504を入れたら830、で966で、25引いたら941、6入れたら947、942で1879で、81を入れるとですね、1960になると。ということで960の部分を反転させれば、039になりますよね。で、1、繰り上がってますけども、借りた分が1つあるから相殺されて0なんですね、繰り上がりが。で、305-53引くと252で、410、引くとですね、842というふうになります。今はマイナスの世界ですね。で、1円入れると843で、58入れると901ということで、98だけ書いてマイナスをつけてあげればいいんじゃないでしょうか。マイナスの98コンマ、答えどこや、マイナスの98コンマ039コンマ992で、5名3というふうになりますよね。はい、大体その表面の30代までにですね、そのマイナスの問題は3つあるというふうに捉えておくのが、まあ、無難かなと。1問もマイナスがなかったら、もう絶対どっか違ってるという認識でいいと思います。ただマイナスがどこに存在するかっていうのは、そのパッと見た瞬間に気づけたらいいですし、気づかなかったら、まあ、さっきみたいに足し算で書いた答えを引き算というか、マイナスの答えに直せばいいだけですから。はい、別に直してもその10段取れると思いますし、実際僕も取れますしね、3分半 の、 その全日本とかの見取り図満点取ったことあるんで、はい、なので、まあ、見取り図に関してはまあ余裕を持つということですね。はい、次いきますね。110ですね、030ですね、1418かな。はい、これで正解かな。21番に関しましては、1.418.030.110で正解になってますね。はい、30番に移りますね。はい、30番です。737で繰り上がり0ですね。で、1回借りたと。619で1回借りて1回繰り上がったから相殺されて0ですね。で、いきなり75引けないから1000円あるとみなして925にすると。で、604入れて1529にすると。で、次1538、次1584、その次480を引けば1104になるんですけど、1000借りたから最後1000引いて104だけ書くということで、1.4.61.95.737で正解ということになってますよね。はい、812で4だけ繰り上げるということで、893で3だけ繰り上がってるから999、あ、これ面白いですね。999.893.812で正解ということになってまして、で、これもですね、パッと見た瞬間に、ってかこの、下の2段でマイナスが1問あって、で、まあ、それ以前にマイナスが何問ありましたっけ、2問あったんで、もうマイナスはないなと思いながらやるのも結構いいとは思いますね。はい、てなわけで、これは絶対マイナスじゃないですね。パッと見た瞬間にも分かりますし、すでに3問マイナスが出てきたから絶対マイナスじゃないなというふうに捉えて、プラスで答え書いていきましょう。041で1だけ繰り上がりますね。で、264で1だけ繰り上がってるんですけど、相殺されますね、借りた分で。はい、ということで253かな、253.264.041で正解ということで、この2問だけちょっと、超特急でやってみますね。まあ、見取り算で大事なのはですね、もう加速力ですね。途中でこうやって1個ずつ計算する人は加速力弱いんで、しっかりと下ろすと。で、必ず答え書きながら次の問題見ると。で、まあ、数字をあまりにもその綺麗に書きすぎようとしてる先生とか、まあ、その生徒とかいらっしゃるかもしれないですけど、まあ、読めたらいいんですよね。まあ、検定の時とかは、まあ、ある程度そのスピードも落として自分の書いた数字が綺麗かどうかも確認しますけど、大会の時はですね、まあ、そんなこと気にしてるうちは日本一取れないですよ、多分ね。はい、というわけで、この2問やった分に関してはどっちも合ってたんで、
で、はい、こんな感じで、パート1ですね、1問目から30問目までの見取り算の解説は終わりたいというふうに思います。というわけで、ありがとうございました。